瀬戸内海。瀬戸内海は、本州、四国、九州に挟まれた内海。山口県、広島県、岡山県、兵庫県、大阪府、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、大分県、福岡県がそれぞれ海岸線を持つ。沿岸地域を含めて、瀬戸内とも呼ばれている。ただし、瀬戸内海の名称源ではない。瀬戸内海は、瀬戸の内海の意である。 古来、紀内と九州を結ぶ航路として栄えた。気候は、瀬戸内海式気候と呼ばれ、温暖で雨量が少ない。東西に 450km、南北に15から 55km、平均水深、約 38m、最大水深約、約 105m、方与海峡及び、鳴門海峡の内海である。瀬戸内海は、複数の島所群で構成され、 豊かな生態系を持つことで知られている。医師であり、博物学者であったシーボルトをはじめとして、数多くの欧米人から高く評価された継承地であり、19世紀後半の1860年、日本では明治維新直後に瀬戸内海を訪れたシルクロードの命名者でもある、ドイツ人の地理学者、フェルディナンド・フォンリヒト法編、ファーディナンド・フライヒーア・フォンリヒト法編、 1833年から1905年のシナ旅行日記により、これ以上のものは世界のどこにもないであろうと世界中に紹介され、今もなお風光明媚な風景として絶賛される地域である。瀬戸内海という概念が誕生したのは江戸時代後期とされる。それまでは泉奈良や張馬灘、ビンゴ灘、秋灘などより狭い海域の概念が連なっているのみで、 現在の瀬戸内海全域を一体のものとして捉える視点は存在していなかった。とは言うものの、江戸時代の瀬戸内は現在で言う瀬戸内海とは必ずしも重なっていない。1813年に書かれた佐渡の海鮮商人の旅行記、海陸、道順たち日記では、小野道と下関の間を瀬戸内と呼んでいる。瀬戸内海概念が 今日のようなものとして確立される契機となったのは、明治期に欧米人がこの海域をザンランドシーと呼んだことによる。欧米人がこのように呼んだ海域を日本人の地理学者たちが1872年頃から瀬戸内海と訳して呼び、これが明治時代の後半に広まっていったのである。ただしこの時期の瀬戸内海は、明石海峡ら関門海峡までの海域を指していることが多く、 現在のようなより広い海域に瀬戸内海の概念が拡張されるにはさらに時間を要した。日本人による最初のまとまった論考は小西和の瀬戸内海論1911年である。本論の中で小西は瀬戸内海を一つの大きなテーマとして捉えることの必要性を指摘するとともに瀬戸内海の多頭美を積極的に評価した。また、小西は 国立公園を日本に作ることの必要性も合わせて指摘し、後に帝国議会に国立公園の設置を兼議した。この兼議を入れて国立公園法が制定されたのは1931年で、1934年3月16日の第1回指定で、瀬戸内海は、雲仙、現、雲仙天草国立公園、霧島、現、霧島近郊湾国立公園と共に、 日本初の国立公園瀬戸内海国立公園となった。国際水路機関、イホが1953年に発行した太陽と海の境界において、瀬戸内海は英語版で瀬戸内海をアンランドし、普通語版でメールアンテアイは瀬戸内海と表記され、その範囲は次のように定義されている。瀬戸内海の海域は、法令の目的ごとに扱い方が異なり、 複数の法令で範囲が定義されている。以下の引用文は一部間数字を三用数字に直すなどしている。瀬戸内海は複数の海域で構成されている。領海及び接続水域に関する法律では、東側から順に次に掲げる十区分された海域で構成されている。瀬戸内海環境保全特別措置法では、前期十区分に次に示す海域を加えた形に、 区分で構成される。蒸気の重に区分された個々の海域を示す明確な、気線、境界線は存在しない。汚染と、環境破壊は進んだ現在でも、天然記念物の節足動物のカブトガニ小型クジラ類のスナメリやハセエルカ近年、伊勢湾や大村湾など、瀬戸内海以外にもスナメリの生息地として知られる、諸々の域に、 本種の再定着が確認されてきているなどの海洋生物やアユをはじめとする400から500種類を超す魚類が生息している。天然記念物に指定されている種類も多く見られ、前日のカブトガニの他広島県三原市有流島はナメクジウオの生息地として、また同県竹原市高崎町淡島周辺はスナメリクジラ海有海面として1930年に登録されている。 鳥類では特にカンムリウミスズメが注目されており、長島をはじめ現在でも比較的広範囲にて確認できる。豊富なアマモバも本来の瀬戸内海の生態系の重要な一部であり、1960年代に2万ヘクタールを越す群生域が東海域に広く見られたが、1978年の 時点では7000ヘクタール程度に減少し、環境汚染など様々な要因により、その後の顕著な増加は見られない。近年、各地でモバ復元の動きがあるほか、ゲイヨ諸島には比較的良好な分布が残されている。2015年1月には、新種であり固有種のカタツムリ、アキラマイマイが発見されている。過去の状況からは想像し難いが、かつて、 日本アシカやクジラ、ウミガメやサメ類の一大生息地でもあり、沿岸性であるコククジラやセミクジラ、ウバザメやジンベイザメ、ホホジロザメ、オニートマキエマンボウなどの大型魚類やオサガメなど、現在では絶滅危惧種となっている大型の生物も多く見られたとされ、例えば、スオナダやベップワンなどは、クジラ類にとって、行く域になっていたとする意見も存在する。 瀬戸内海の各地に小規模な捕鯨会社が設立されるなどの狩猟と漁業による圧力や高度成長期に急速に拡大した護岸含む沿岸開発と環境破壊や汚染などの経緯を経て、これらの動物は瀬戸内海からは江戸時代から昭和時代初期にかけて激減、または地方絶滅を迎えた。前述の絶滅危惧種はほぼ消え去ったが、例えば多種のクジラならば、 現在でも稀に名入することがある。芸類のほか、日本アシカは20世紀初頭まで、ナルト海峡を含む瀬戸内海各地に見られ、日本川ウソも1975年まで生息が確認されていた。また、陸生ではあるが、日本ジカや日本イノシシが瀬戸内海を泳いで縦横断する光景は古来より見られてきた。赤ウミガメや、 青海亀も激しく減少したが、現在も海遊は続いている。明石市の防海浜などの産卵場が最も有名だが、戦前は瀬戸内海各地にこのような産卵場が存在し、近年でも大阪府沿岸や淡路島などでも確認されている。しかし、定期的な繁殖場として機能しているのは、依然、明石沿岸のみである。 おさがめは2002年や2003年に発見されている。2002年の確認は産卵との情報があるが、これまで日本で唯一の産卵の確認例は、天見大島のみである。瀬戸内海は、灘や湾と呼ばれる広い部分が、瀬戸や海峡と呼ばれる狭い水路で連結された、複雑な構造を持つ、多島海である。平均水深は31メートルであり、 全体的な傾向としては東に行くほど浅い。瀬戸と呼ばれる水路は強力な潮流によって海底部が浸食されている。最深部は、宝余海峡、早水瀬戸で約195メートル、鳴門海峡では約200メートルと考えられている。瀬戸内海は、潮の寒満差が大きいことで知られている。これは奥に行くほど、顕著になり、部の周辺では、 寒満差は2メートル以上にもなる。このため、瀬戸内海の潮流は極めて強く、場所によっては川のように流れているところもある。この強力な潮流により、ナルトの渦潮が発生している。また、この強力な潮流によって海底部の養分が常に巻き上げられ、植物プランクトンの生育を促していると考えられている。つまり、 瀬戸内海が豊かな魚場であることの理由の一つはこの大きな星さなのである。瀬戸内海には大小合わせて3000もの島があり、無人島や周囲数メートルしかない小さな島も存在する。主な瀬戸内海の島を以下に示す。流域面積1000キロメートル以上の流入水系は以下の通り、本州と四国を道路、鉄道で結ぶ橋、または 道路として、瀬戸内海上に、本州四国連絡橋がかかり、以下の三ルートがある。古くより、瀬戸内海は交通の大動脈として機能した。そのことは、儀式和人伝の記述や、日本初期の国海の段で、イザナミの生んだ島が、瀬戸内港路沿いに並んでいることから推察できる。古代においては、摂津国の住吉大社の管轄した。 古代港の住吉神を出発地とした県隋市、県東市の航路であったことから、瀬戸内海は海の神である住吉大臣を祀る住吉大社の影響下に置かれ、各地に吉神を祀る住吉神社が建てられた。またこの頃すでに友の裏は瀬戸内海の中央に位置するため潮町の港町として栄えていた。奈良時代には陸上の交通路、 山陽道や南海道が整備されたが、外国施設が瀬戸内海を通った記録が残っており、瀬戸内航路も引き続いて利用されていたとみられる。平安時代中期は、佐賀源氏の渡辺綱を同僚とする、摂津国の渡辺党が、瀬戸内海の水軍系氏族の同領となり、渡辺氏の初流である、非全国の松浦氏が、九州の水軍松浦党の総領となる。 藤原住友が瀬戸内海の海賊の棟梁として反乱を起こし、城平天領の乱、瀬戸内海は住友の活動部隊となる。伊予国の警護士の立花園保が住友を捕らえる。平安時代末期には平清盛が瀬戸内航路を整備し、温度の瀬戸開削事業を行ったり、厳島神社の整備を進めたりした。鎌倉時代から、 戦国時代にかけては、伊予国の内市や河野市ら宴会部や当初の武士たちが瀬戸内航路に勢力を張り始め、河野市や村上氏らは海賊対象軍を名乗って海賊州、水軍を組織し、瀬戸内航路を制御下に置いた。豊臣秀吉による海賊近勢を経て、江戸時代には水軍勢力が排除され、海鮮商人らによる西回り航路の一部、 関門海峡大阪として、瀬戸内海は流通の主役の務めを果たした。幕末には、長崎港発の外国船が、瀬戸内海を経由して、横浜港へ航海していた。1864年、源氏元年には、下関砲台の外国船砲撃事件により、瀬戸内海が封鎖された際には、これを原因として、馬関戦争、長州藩の砲台と、 英仏蘭舞艦隊との戦いが起きている。明治時代以降は、鉄道開通などの本州、四国内交通網の整備、本州、四国間に、瀬戸大橋の開通に至って、以前より交通路としての重要性は薄れたが、大正時代には、阪神、別府間などに観光航路が開され、戦後の観光ブームにも多くのクルーズ客船が往復しにぎわいを見せていた。 その後航路の主役はフェリーに移行したが、平成に入っても無数の定期航路が存続している。また、関瀬戸内文化圏という観点から瀬戸内海を文化交流の場として捉え直す試みも行われている。古代から瀬戸内海は風光明媚な海として知られ、沿岸には万葉集、古今和歌集、新古今和歌集などに登場する歌枕が点在している。 住吉、南馬、須馬、明石、高砂、布引き、幾多。中世になると、伊勢物語、土佐日記、源氏物語、三家集などの文学作品が、瀬戸内海を取り上げたことで、作中に登場する土地が名所となっていく。庶民の観光旅行が一般化した近世には、平家物語、源平清水記、太平記などに登場する古戦場。 八島屋や団の浦、牛窓、藤戸などが観光名所として注目されるようになる。また、コンピラグ石槌山、住吉大社、五福島神社、宇佐八幡宮、大山積神社などへの参拝も盛んになる。瀬戸内海各地の名所は、諸国名所百景などの浮世絵にも品質する。さらに、こうした自社モーの旅行者を、主な顧客とする観光産業、旗子、 茶屋、土産物屋など、が、丸亀屋多ど津、下杉、宮島などに成立し、繁栄を見せるようになった。またこの時期、朝鮮通信誌が、友の裏を、日東第一継承、日本一の景色と称えた記録が残されている。19世紀になると、シーボルトが、瀬戸内海の風景を絶賛し、また、明治時代には、トーマス・クックや、 ユリシーズグラントなどの欧米人が来日し、近代的な観光のまなざし、この概念については、4リを参照のことによって、瀬戸内海を再編していった。すなわち、近世以前の瀬戸内海観光が、文学作品を媒介とした、名所訪問や、由緒ある神社仏閣への参拝という形式を持っていたに対し、欧米人は、瀬戸内海各地で、当時当たり前のように見られた。 風景、多東海、段々畑、白社清少、行き交う和泉などに注目し、これらに観光資源としての価値を与えていった。言い換えるならば、近代の訪れとともに、瀬戸内海観光は、意味を求める観光から、資格による観光へと変質していったのである。さらに1912年、明治45年5月には、大阪商船が、別府温泉の観光開発を目的として、 阪神、別府航路に、ドイツ製の貨客船、クレナイマ丸を就航させ、純粋に観光を目的とした船旅が大人気となった。1934年、昭和9年には前日のように、日本初の国立公園の一つとなる。また戦後も、阪神、別府航路を引き継いだ、関西汽船が、1960年、昭和35年に、クレナイマ丸を就航。 その後3000トン級、クルーズ客船が最大時6隻体制となった別府航路、瀬戸内航路は、阪神と九州を結ぶ観光路線として、多くの新婚旅行客を別府温泉などへと運んだ。1987年の総合保養地域整備法制定に伴う、日本列島のリゾート開発ラッシュは、瀬戸内海も例外とせず、沿岸に、 ゴルフ場やマリーナが次々に建設された。しかし、こうした、乱開発は、瀬戸内海の歴史的な景観を破壊するものでもあった。また、バブル経済が崩壊するとこれらリゾート開発は、中断され、開発中途で放棄された土地も発生した。1996年には、広島市の原爆ドームと2日市市の五福島神社が、ユネスコの世界遺産に登録された。 また1999年に本市下橋がすべて完成すると、尾道、今治ルートは、島並海道と名付けられ、観光ルートとして、注目を浴びるようになった。2016年には、瀬戸内海地域の観光地経営を行う瀬戸内、観光推進機構が発足した。日本の総面積の12%にあたる4万 7000km に、及ぶ瀬戸内海沿岸地域には、 日本の総人口の約4分の1の3000万人が住んでおり、重工業、石油化学産業などが多く立地している。全国に占める製造品出荷額は、鉄工業46%、石油化学産業40%、化学工業35%、パルプ、紙産業30%と工業化が進んでいる地域であるが、 これら第二次産業の創生産額に対する比率は年々減少している。比率が最も高かったのは1970年で42.6%であったが2002年には25.4%まで下がった。農林、水産業など第一次産業は1965年には7.4%であったが2002年には0.8%となっている。 比率が増加しているのは、運輸、通信、卸、小売り、金融、保険業、サービス業などの第三次産業で、1965年には52.6%であったが、2002年には73.8%となっている。人口の密集度や産業の多さから古代より海運が発達していた。漁業も盛んであったが、2000年代は1980年代に、 比較して、漁獲量、重量は、約35減少した。各地で、埋め立てが行われ、藻場、干潟、自然海岸などの旋海域が減少しており、閉鎖水域であるため、水道や油流出事故などの影響で、赤潮発生など、水質汚染が有料されている。瀬戸内海は重要な水路として、海運や漁業で、多くの船舶が運航しており、近年は、 レジャーボートの数も増し、多頭部や狭い水域では海難事故も多発している。瀬戸内海は縄文時代から今日に至るまで多様な漁業の場となってきた。弥生時代にはすでにタコツボによるタコ漁が行われていたことも出土物によって明らかになっている。江戸時代には肥料に用いるイワシを取る地引き網や船引き網漁が盛んとなった。またエカやアナゴヤキス、 エビ、ナマコなどを狙うタグリアミ漁、現在も友の裏で行われているタイアミ漁、搬送しながら、網を引く、ウタセ網漁など、様々な網漁が行われていた。これらの漁法は、瀬戸内海にとどまらず、房総半島などにも伝播した。また、瀬戸内海の内部でも、紀州で考案されたイワシの船引き網漁法が、真鍋島、宇和島、秋草津など各地に伝播したことが知られている。 大物を狙う一本釣り漁も江戸時代に発達した巨法である。これは主に潮流の早い瀬戸を中心に行われた巨法で、タイ、ハマチ、カレー、サワラなどを対象とした。一本釣りの発達を促したのは、中国から輸入されるようになった天然のテグスの存在である。これを最初に一本釣り漁に用いたのは、現在の鳴門市にある道浦の漁民であったが、 この漁法が17世紀後半に、現在の諏訪大島町にある沖かむろ島に伝播し、沖かむろ島は、瀬戸内海有数の一本釣り漁の基地として栄えた。現在も、大物釣り用の釣り針の基本的なデザインである、かむろ針は、沖かむろ島で考案されたものである。その他、佐賀の関、温度、水戸浜、牛窓、西賀崎などが一本釣り漁で有名な漁村である。 こうして取られた高級魚は船の中の池巣に入れたまま大阪まで運ばれ高値で売却された。祇園祭りの頃に旬を迎えるハムは生け締めにして京まで運ばれた。広島のカキも江戸時代には関西に広く流通していた。明治維新後には瀬戸内海の漁民たちが漁場を求めて日本国外に出漁する事例が増えていった。 山口県や広島県の一本釣り漁師たちは、台湾、ハワイなどに渡り、打たせ網を使う漁民はフィリピンに失業した。森本隆は、沖かむろ島の漁民が、ハワイの漁業の屋台骨を担った状況を明らかに、している。また、日本国内でも、相応大島の漁民が津島に集落を建設して、移住指示例が、宮本つねいちによって報告されている。セット内海は、 二十世紀後半まで、絵船、絵船に乗った漁民が活動していたことでも知られている。絵船とは、木造の小型の漁船に簡易な屋根を装備し、布団や水地道具など生活用具を積み込んだ船ことである。瀬戸内海の漁民の中には、こうした絵船に、夫婦単位で乗り込み、生涯を海の上で暮らす者も多かった。彼らの出自については、豊臣秀吉によって解体された。 村上水軍の末裔なのではなかとの説もある。別府温泉では、持ち船で寝泊まりしながら、浜脇温泉や別府温泉に通う、当時の習慣が古くから見られ、戦後しばらくまでは続いていた。春には鳩場に係留される船は百艘層近くに上り、当時船と呼ばれて季語にもなるほどの別府の春の風物詩となっていた。第二次世界大戦後、瀬戸内海の漁獲量は、 爆発的に増加し、ピークとなった1982年には昭和初期の4倍にも達した。しかしその後は、環境破壊と乱獲によって、資源量は減少し、イワシ、タイ、サワラ、トランフグなど、主な魚種の資源量は、回復にほど遠い状況である。アサリも、埋め立てなどで、生育環境が破壊されたために激減しており、ハマグリはほぼ絶滅となっている。 ブリ、タイ、ワカメ、海苔などは養殖も盛んに行われている。広島でのカキの養殖は室町時代まで遡る。佐賀の関で上がる、関味、関サバ、赤市で上がる、赤市台、赤市だこ、鳴門のタイ、日出の浄化カレー、下関のトラフグなど、全国的なブランド品となっている品目も、瀬戸内海には損している。瀬戸内海に浮かぶ島は、 耕作可能な平地も少ないことから住民たちは山を開墾して段々畑を作ることが多かった。しかしこうして開墾された段々畑は土壌が痩せていることが多かったため農民たちは下越や海藻を人力で運び上げて施肥し土壌を改良していった。一般に開墾してからまともな作物が収穫できるようになるまで20年かかるとされた。 島内の山をすべて開墾し尽くした後には、近くにある島に渡って、そこで開墾を行うこともあった。こうして、別の島に農地を持つことを、出作、出作り、渡り作などと呼んだ。農民たちは、出作用の小さな木造船、農船を手に入れ、それで農地を持つ島まで行き来していた。このようにして開墾された、段々畑は、第二次世界大戦後、 多くが柑橘類の栽培に転用された。日照と水はけに優れた段々畑は、糖度の高い柑橘の栽培には適していた。しかし段々畑での農業には、非常に手間がかかることから、近年、耕作放棄地が増加しつつある。瀬戸内海沿岸の気候は、綿花栽培にも向いていたため、江戸期には、各地で綿花栽培が行われた。 特に綿花栽培が盛んだったのは、河内地方、張間地方、岡山平野、福山周辺、広島周辺、観音寺周辺などである。しかし明治期に海外産の良質な綿が輸入されたことで、これらの地域の綿花栽培は衰退した。18世紀末に日本に輸入された白花虫除け菊、女中菊は20世紀に入ると、 広島県で盛んに栽培されるようになり、島し部も含めて、第二次世界大戦後まで女中菊阜栽培は農業の中心となった。瀬戸内海沿岸は、昭雨で温暖な気候を生かし、古代より声援が盛んに営まれてきた。弥生期には、木々地方で土器に海水を入れて煮詰める声援が始まり、奈良期には砂浜を使う、塩尻法へと移行す。 中世には汲み上げた海水を砂浜に巻いて、水分を蒸発させた上で煮詰める揚げ浜式塩田に移行。さらに17世紀前半には、姫路藩で潮石を利用した入浜式塩田が考案され、瀬戸内海は生炎の中心地となる。この時期の瀬戸内海産の塩を、重修塩とも呼んだ。これは、張馬国、備前国、備中国、備後国、秋国、巣王国、 長戸国、阿波国、佐抜国、伊予国の十国で生産された塩という意味である。瀬戸内の気候を生かした製塩業だったが、天候や気候に左右されないイオン交換膜製塩法の開発により、1972年に一時、すべて途絶えた。しかし2002年に塩の販売が完全自由化されると、潜水塔などで小規模ながら製塩業が復活した。 生塩業は大量の燃料を消費する産業である。瀬戸内海沿岸は、生塩が盛んであったため、燃料としての木材を供給した里山は次々に、ゲ山となっていった、詳しくは里山を参照。瀬戸内海に、白砂青書が多かった理由の一つとして、こうして、ゲ山となった里山から花崗岩が侵食により、流出し、川を流化して、瀬戸内海に入り、 白社となったという指摘がある。太平洋、ベルト工業地域の一角を担う、瀬戸内工業地域を形成し、全工業地域創出価格のおよそ9%を、占める。西部は、北九州工業地帯を形成し、東部は三大工業地帯の一つである、阪神工業地帯を形成している。また、海の中の離島であることを生かし、アリウ酸ガスによる塩害で批判を浴びていた。 同性連業が瀬戸内海に進出した三菱マテリアルの直島、住友金属鉱山の四坂島など1970年、昭和45年から1976年、昭和51年にかけて赤潮の発生件数は約80件から約300件と上昇し、その後徐々にではあるが減少傾向にあるものの2002年、平成14年の発生件数は 約100が確認されており、同年の発生海域は、大阪湾、紀伊水道、張間灘の淡路島の対岸域、日内灘の愛媛県域、広島湾、防予諸島、ス央な灘等である。赤潮の発生に伴い養殖の浜地帯、間垣のほか、天然魚介類の漁業被害が起きている。1992年、平成4年8月27日に、 環境庁国時代67号により、海水中の窒素やリンが海洋プランクトンに対して影響を与え、著しく増殖を生ずる、恐れのある海域として閉鎖性海域として指定され、赤潮をはじめとして2004年、平成16年と2005年、平成17年には発生原因が不明のもにより、底引き網漁などの漁獲に打撃を与えている。 瀬戸内海は1960年代から1970年代にかけて、不栄養化による赤潮が発生しており、1973年に、瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、2001年には、COD、窒素、臨の総量規制が導入された。これにより、瀬戸内海の赤潮発生が減少するとともに、海の透明度も増してきた。その一方で、 藻場の減少や養殖のりの色落ちが頻発し、関係性は不明ながらも、漁業資源の減少も起こっておりこれらを栄養塩の過度な減少、いわば不栄養化の逆の非栄養化状態が原因ではないかと主張する研究者も存在する。反論としては、漁獲量減少は乱獲が主な原因であるという意見もある。瀬戸内海への栄養塩の減少や日型の減少は、 ダムの建設やコンクリートによる河川の整備による土砂や栄養塩の瀬戸内海への流の減少が原因であるとも指摘されている。二0十五年十月二日に瀬戸内海環境保全特別措置法が改正。同年二月に瀬戸内海環境保全基本計画が変更され、従来の瀬戸内海の水質を保全する考え方か、水質を保全、管理、地域性や季節性に合わせて、 水質を管理する考え方に改め、干潟や藻場の再生を行っていくなど、瀬戸内海を取り巻く環境を整備することで、生物多様性、文化的に豊かな里都海へすべく調査、研究、対策が行われることになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。